大丸崎の飼育を中心に腸活している腸太郎です。はい、ということでね、今日もね腸腸の話させていただこうと思います。はい、早速ですけど今日のテーマは名腸です。名腸、メイちゃんのトトロの名じゃないですよその名じゃないんですよ。迷う腸です。迷うという漢字と腸腸の腸で名腸なんです。この名腸というのがねまた面白いんで、今日はねちょっとその話をさせていただこうと思います。はい、まあ、早速なんですけど、その名腸とはどういうことかということなんですけど、まあ、そのね本当の字のごとくなんですよ。迷う腸、迷い込んでくる腸のことなんですけど、それはその地域、普段その地域にいない腸が、まあ、自然飛来して、まあ、定着はしないけどそこに一時的に発生する腸のことを言います。なので、まあ、そこでずっといるわけではないんです。まさに迷う腸なんで、迷ってまたまあ、亡くなってしまったりとか飛んでいったりとかして一時的に死が発生しない腸のことを迷腸です。だから迷ってる腸なんですよね。はい、これがまた面白いんですよ。なんでやってくると思いますか皆さん。そうなんですよ、ちゃんとねやってくるんです。そのやってくる方法がまた面白くて、それは南西の風、季節風だったり台風、南からやってきますよね。それに乗って腸がやってくるというわけなんです。すごいでしょ、面白いでしょ。まあ、これとね似たような話でね、アサギマダラの移動の話もねちょっと前回させてもらったんですけど、またその動画も見てください。そこでもお話しさせてもらったように、アサギマダラは、まあ、気流に乗って、で移動してるっていうのがね今までのね調査で分かってるということをお話しさせてもらったんですけど、それと同じなんですよ。まあ、それがね今回は意図してなのか偶然なのかちょっと分からないんですけど、例えば南からね南西の風、季節風吹いてきますよね。それに乗って沖縄とか九州にしかいない腸が稀に関西で見れるということなんですよ、迷い込んで。ただし、まあそのね、食草がなかったり、幼虫の食べる植物がなかったりだとか、冬の寒さだったりとか、それで定着はできない、まあ、そのままダメになってしまったりとか、またね、戻っていったりとか、まあ、どっか飛んでいってしまうとかいうように、定着はしないで、一時的にそこには普段いない蝶が迷い込んで見れることを、名蝶というわけなんですよね。これも面白いですよ、だからロマンなんですよ。これもロマンなんですよ、男のロマンだぜってことなんですよはい、まあ、ということで台風もそうですね。台風が南からやってきたように、その台風に乗ってくると、気流に乗ってくるというわけなんです。まあ、ただし、まあ、台風はねやっぱりこうその地域に被害をもたらすこともあるんで、まあ、あまりにこうねもう被害があった時にはねやっぱり長寿探してますっていうのもね、やっぱりこうそれは被害になった方にはちょっとね申し訳ない気持ちもあるんで、それはやっぱりできないんで、それはしないんですけど、まあ大体のね台風はもう日本列島を過ぎていきますよね。そういう時は僕はチャンスはピンチ、あ、じゃあピンチはチャンスと思って台風の過ぎ去った後ちょうど探索します。はい、面白いんですよこれが。だってね普段ね僕近畿しかからあまり出れてないんで、今はだから近畿では見れない蝶が出てくるかもしれないですよ。これ面白いでしょ。それがたまんなくて、まあ、台風であまり被害がない台風が過ぎ去った後には僕は出かけて蝶と探索します。もうワクワクして、もう図鑑片手に、あの蝶がもしかしたらここにいるんじゃないかとか思いながらね見てます、探してます。だからハート見て、ああれやと思った、あないやとかなることがあるんですけど、まあ、僕はね身近な蝶も大好きなんで、それはそれ楽しいんですけど、そういった普段見れない蝶が関西でも見れることが稀にあるということで、その楽しみはあるんですよ。だから蝶々ね、楽しみ方は様々なんです。普段のね身近な蝶々の、ね、観察もね絶対面白いんですけど、それだけじゃなくて、こういったロマンがある、そういうね観察の方法もあるということです。なので、まあね、本当に台風は被害をもたらして、最近はね特に九州とかね被害が多いんで、まあそういう時はもう蝶々なんて言ってれないんで、それはねできないですけど、まあそういう時は僕ねいつも服ね、これもそうですけどモンベルさんの服を着させてもらってますけど、モンベルさんはね本当に活動も動きが早くて、モンベル義援隊とかが本当に、ね、すぐねパッと動いたりされるんで、そういうところに僕も微力ながらねちょっと協力させてもらったりも普段させてもらってます。まあ、本当に微力なんですけどね、まあ、それでどうってことでもないんですけど、まあ、そういう時は本当にもちろんね蝶々やってる場合じゃないっていう時もあるんですけど、まあ、普段ね普通に蝶々ね台風がね通り過ぎる時は僕は蝶々をその後探したりもしますということでした。はい、名蝶面白いでしょ、名蝶。はい、メイちゃんもいいんですけどね、僕トトロ大好きなんで。はい、今日は名腸といってこうね、その地域にいない腸が自然飛来して定着はしないけど見れることがありますよというお話でした。
はい、ではまた次回蝶のお話でお会いしましょう。さよなら。